土佐の住環文化研究会の活動報告ということで、土佐協会幹事の、松田雅子さんの方にまとめてもらった記事を載せておりますが、今年はですね、今年でも4年目になるんですが、昨年は私たちがやってたこの土佐の住環文化というのをですね、なんとNHK ワールドという世界140カ国で外国向けの放送番組が、取材に来ていただきまして、昨年の9月に、春野町のうちの裏庭の畑で、柚子、武州館、直七、すだちというそのみかんの柑橘の、取材と、それを使った、土佐独特のいわゆる高山柑橘、お酢を非常に使う食文化が高知のにはすごく残っているということで、いろんな食材、野菜と合わせたり魚と合わせたりという、そういう料理の古くから残っている食文化の方にも興味を持っていただいて、30分番組の、番組にしていただきました。BS で一部放送されたらしいんですが、昨年の12月に、世界140カ国で約1ヶ月間、流された、放送番組です。このちょっとのどかな風景とかが春野町だったりとか、この時は早見優さんが、パーソナリティというかメインキャストで、来ていただいて、各お酢をその場でテイスティングして、そのお酢の特徴とかをすべて英語で、表現されて、それを持ち込んだ、居酒屋ひだりさんという、高知の居酒屋さんで、野菜や、お魚とかに合わせたお料理をその場で、何品か作るという、料理番組でした。非常に外国の方も興味があって、レモンしかない、ライムとかあまりこう種類のない海外の方に、こういう一つの県で季節に応じて高山柑橘が順番に出てくるというのは非常にこう素晴らしい奥深い県だなというふうに思いました。これ、ちょっと英語の番組で全部ナレーションも英語なので、ちょっとこの左の部下料理長は緊張はされてましたけど、すべて土佐弁であったんですが、全部英語で吹き替えをしてくれたので、私もこの歌料理長もすごい英語がペラペラに聞こえます。It's kind of like tangerine, so it has a bit of mineral. 今日も大型鉄線が高知振興についてるようですけど、やはりこう高知の食材を英語とか中国語とか韓国語でこう的確にしゃべれるようになればなと非常に痛感した取材でした。で、たまたまこの NHK の方が来られたのは9月だったので、9月に高知の野菜にスポットを当てた取材をしたいというふうに思い出があったんですが、ちょうど9月というのは高知県のお野菜とかの長谷川期になりまして、あまりないですと、お話をした時に、ちょうどたまたま、土佐協会で私たちがやってたこの活動の話をして資料をお渡しすると、非常にその土佐の住環っていうことのキーフレーズに NHK の方が反応が良くてですね、で即サンプルを送って、取材でこの番組が、30分間の番組ができました。で、いろんなつながりっていうかもいろいろありまして、昨年はこの土佐の、住環という土佐学協会の冊子も発行したんですけど、たまたまこの、表紙に高知出身の、料理写真家の久保美和さんという、私たちの高校の後輩になりますが、の、久保美和さんにこの表紙の写真を、お願いしたところ、このイベントに合わせて、わらびのという畑中智子さんが代表されている、この土佐の一次産業を手ぬぐいで応援しようという団体の方に、土佐の住環用のイベントにこの住環手ぬぐいというのを作っていただきまして、これがまたまたつながりまして、高知出身の、
有川博さんの初のエッセイ集の、表紙にこのデザインがなりました。どこでどんなことがどういうふうになるか、非常にこう昨年1年間はいろんな、土佐学協会のこの土佐の市民間文化研究会からつながった、1年だったと思います。で、今年も一応10月か11月に、土佐の市民間が先ほどの種類がだいたい全種類、揃う時期に、どちらかのお店か会場で、土佐の市民間文化を楽しむ会というのを年に1回開催してますので、またご案内があるかと思いますので、ぜひ皆さん、食べながらまた土佐の住みかん食文化の豊かさを味わっていただけたらと思います。それと合わせてですね、馬路村農協からはこの柚子レシピという柚子のまたレシピ本が出てますし、それから、松崎先生も大変関わりのある、土佐の味ふるさとの台所という、30年前に、作った高知の、いわゆる昔ながらのお料理、食材を使ったお料理の、本が30年ぶりに、復活ということで、今金光堂の、ベストセラーの第2位まで行ってるらしいです。この中にも土佐の炭火を使ったお料理とかがたくさん出てますので、また店頭とかでお見かけになった方は手にして見てみてください。それとちょっと補足ですけども、今日は皆さんに、お渡ししました、土佐の幸福豊かな食という、この冊子できたばかりなんですが、土佐の炭火文化研究会とまた別にですね、土佐学協会としまして、郷土野菜を楽しむ会というのを、これも年に1回やっております。秋の入河内地区の入河内大根とか仁淀川町の、田村株から大手用の銀風呂、それからこの裏側に、昨年新聞にも大きく大々的に出ましたけど、牛尾稲、これ復活しまして、昨年はこの牛尾稲を楽しむ会というのも現実できました。でこの写真は中に出ているスポンサーの方とかの、ご協力、それから飛鳥出版さん、高知広告センターさんのご協力のもと発行しまして、今年の、郷土野菜を楽しむ会でまた皆さんに配布をする予定です。今日は特別協賛家の皆さんに一つずつお渡しするようにしておりますが、ちょっとこの中で新しいちょっと試みのページがありまして、そこの部分を、